ちさん、リボン。曲がってる？ちょっといいかな。これで大丈夫かな。ありがとう、藤枝さん。どういたしまして。そういえば秋山さんは？うん、準備がいろいろあるみたいで先に行ったよ。お昼は一緒に食べられるよね。みんなでお弁当作ったんだから絶対にみんなで食べなくちゃ。そうですよね。お弁当ダメになってないですか？大丈夫、家庭科室の冷蔵庫は普通のよりも強力だから。早くお昼休みにならないかな。楽しみですよね。二人とも食いしん坊なんだから。
お弁当を取りに行きたいんだけど、手伝ってもらえるかな。私たちまで紛れ込んじゃって悪いわね。本当にみんなで食べればいいのに。そう言ってくれるのは嬉しいんですけれど。はいはい、お皿を回しますよ。それじゃあ、いただくことにするわ。はい、お邪魔しますね。本当ね、教わりたいくらいだわ。ビールでもあった方が良かったですか？
くなっちゃうわよ。どんどん食べてくださいね。ええ、遠慮なくいただいてますよ。あのまま救護室にいたらお昼は仕出しのお弁当だったけど出てきてよかったわ。喜んでいただけて何よりです。そうか、どれどれ。ほう、あったあった。なんだ、創作ダンス。あら、楽しみね。かまわんよ、みんな喜んでくれたのか。そう、よかったですね。前のロングホームルームで決めたんだけど、寝てたみたいな。